学系ラジオネスはですね、サッカー経験者が3人もいます。ゆうとまさきようすけはサッカー経験者ですごく上手なので、はい、まあサッカー企画がぴったりなんじゃないかなと。はいはい。で今回あのスノーマンさんが YouTube でやってた、はい、鳥かご決定戦とかやりたいな。なるほど。サッカーでなんか鳥かごって遊びがあるんで、ね、ありますね。あのよく練習でやるやつです。真ん中に鬼を決めて周りにボールを回す人がいて、鬼に取られないようにボールを回すと。なるほど。で鬼がボールを取ったら交代というか勝ちなんですよね、はい、今回その鬼を全員一人一回ずつやって、うん、ボールを取れるまでのタイムを競うんだよね。そういうことでございます。でボールを取れるタイムが短かった人が鳥かご鬼になります。一番そういうことでございます。鬼でいる時間が長かった人がケツ当て。ちょっと待って先生。なるほど、ね、しっかりバスケ。え、こういうこと。そういうことです。しかもケツ丸出しよ。怖っ。丸出し。せないよ。それに関してはさ、俺とレンが振りすぎない。じゃあ、そう、ということなので、はい、経験者、ここは鬼であった時間、タイム、プラス10秒らしいです。あー、なるほどね。だから、ゆうきとレンはリアルのタイム。はいはいはい。で、俺たちはプラス10秒。サッカー部的になんかコツとかある？3人からする。がむしゃらにならないと。分かりやすいんだ。深追いすると多分ハマる。なるほどなるほど。あ、ちなみにケツ当てはさすがにフットサルボール硬いんでバレーボールで。あ、よかった、じゃあ早速やっていきますか。はい、はい。国歌独唱。独唱お前だけよ。お前だけ。それではトリカゴオタケツスタート。学芸大ジュネス。それじゃあ鬼の順番を決めていきます。はいはい。リフティングの回数順でいくか。うわあ。少ない順でじゃあ鬼になろう。なるほどね、うん、やりたい人。はい、じゃあレンの次やるわ。オッケー。まさき最後。ああ、分かった。はい、レディーゴー。俺が一番だ。お前さ、お前いつもさ、ふざけててさ、得意なサッカーで唯一格好つけられるチャンスを、なんで笑いに使っちゃう？お前やっぱ笑いのが大事なんだ。バカバカ、バカバカ。この後やんの俺。やばかったよ。いきまーす。え、ゆうとか何回？54。順番なんかさ、いいんだよ。うまいな。うまい人の言うさん見るよね、この15。はい、わざとやめたい。15、まあ、ちょうど真ん中ぐらいだよ。確かに。だって、たぶん前ツイッター動画でリフティング企画やった時200回ぐらいやったもん。やばこの順番でやっていこうと思います。はい、はい、トリカゴチャレンジスタート。トリカゴね。じゃあ最初の1本目はすごいじゃん、やる気が。最初の1本目は必ず通すっていうルール。準備 OK？ OK。 それではトリカゴチャレンジスタート。 OK！ 何秒何秒？めっちゃ早いんじゃない？2秒。はい、2秒。やば。12秒。いきます。はい、よーい、スタート。2、何？
右手にフェイント入ってきた。うわあ、かからない男だ。かからない男だ。19 12 12 11、プラス9やばいな。ユウトが9秒以内に取ったらこれがテツマットで、取れなかったらユウトがテツマット。なるほど。いきます。はい、スタート。いい、ナイス。うまい。あばい、うまい、うまい、うまい。キロキロ。刺さないで14秒。俺の負けだね。ということで1回戦は刺さないで鳥かごで、はい、これ待って、10秒でかい、必死こかないとダメだ。あとやっぱ範囲ちょっとシビアにしないとむずいかも。そうね。とりあえずまあ1回戦からルール変えていろいろ決めて、うん、okay、一旦1回戦の罰ゲームじゃあ、食らいますか。じゃあいきます。すごい悔しい。いきます。足、あ、これね、足の方が痛いわ。もう蹴るとき言って全然いきますよ。2回戦行く前にまず、ファーストの間はディフェンス動かないと。最初誰か1人目が蹴って2人目に触るまで動いちゃいけないっていうね。鬼が誰かが広がったらついてる。なるほどね。こっちが広がったらついてる。あ、確かに。それでは2回戦シャースタート。オーケー。逆に逆からとかですか。あ、逆さまにするか。逆ユウトから行きます。2ゲーム目と、よーいスタート。走りやめて。いいよ。うまい。いい。いいよ。うまい。あー、惜しい。やばい。惜しい。でもさっきよりさ、みんな周りが上手くなってきてる。確かに。慣れてきた。さあ、それではレンのターン。それではよーい、スタート。いいよ、いいベッド。おー、ナイギー、ナイギー、ごめん、素晴らしい反応だった。いや、惜しい今。次、俺まさきさん。はい、どん。あー、早い。瞬発力。イエス、さすがのプレーさん。早いね。それでは、お願いします。よーい、スタート。いい、余裕。はい、よろしく。8秒、9秒、12秒、24秒。だから24以内か24秒だから。そうだね。よーい、スタート。あら、これがもう俺だ。イエーイ。だから金でもこれ、取られてる時もサッカー未経験者の店で取られてるのもちょっとあるから。ああ、ね、10秒ちょっと次から減らそう。ああ、10秒だとやっぱ俺らにハンデがあるから、ね、5とかにしよう。5にしようか。5にしよう。おいおい、で踏まえてとりあえず2回戦の罰ゲーム生産しますか。へーい、
最初の並びに戻そう。オッケー。じゃあ陽介から。はい。ここの勝者が勝者と言って過言じゃないからね。そうね。いやもう終わりよければ全てよしよ。あとさ、サングラスしてるからさ、この関節視野で足元見えない。そう、あのね、フレームのとこでね、球が消えるのよ。そう、それがめっちゃやりにくい。さあ、行きます。行きましょう。第3回戦、陽介のターン、スタート。フラグマン、来たね。
あーやばいね。丸くない、丸くない、あの、もともとのやつ、もともとのやつ。お前、ひ弱なキックだからな。おい、なんか言ってるぞ。ザもう一回言ってみろよ。ひ弱なキックだからな。いきます。マジパイ、マジパイ、死ね。それでは崖大ジュネス、次回のサッカー企画をお楽しみに。以上、崖大ジュネスでした。